こんにちは、オクコンです。今回ですね、羽田空港 T2 メインターミナルの遠くに到着すると、飛行機や働く車をたくさん見れるよ、の巻ドドンということでですね、動画を作らせていただきました。正直、お前また同じ路線かよとか言われるかもしれないんですけど、庄内発羽田行きですね。この便のご紹介です。乗ってる時っていうよりも、降りてからメインターミナルに行くまでが結構味あるんですよね。田舎の路線なもんですからね、ちょっと遠くに降ろされたり、出発の時はターミナルの端から出発だったり、置き止めだったりするわけなんですけど、それも味あるんですよ。なので今回そこら辺の空港の中でどういう車が働いて頑張ってるかとか、待機してる飛行機がどうかとか、そこら辺見てもらえればいいなと思って、少し短い動画作りましたんで、よろしくお願いします。
失礼いたしました。到着ロビーでございます。車内にお忘れ物、お落とし物なさりませんよう、ご注意ください。一旦下がりますので少々お待ちください。